手いたします。田村厚生労働大臣。ただいま議題となりました予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。新型コロナウイルス感染症については感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を守るため総力を挙げて対策に取り組み、合わせて社会経済活動との両立を図っていく必要があります。現在我が国を含め世界各国でワクチンの開発が進められており、今後有効で安全なワクチンが開発された場合には当該感染症の蔓延予防のため必要なワクチンを確保し、全国的に円滑な接種を実施していく必要があります。また新型コロナウイルス感染症については検疫法第34条の感染症の種類として指定することで、同法に基づく水際対策を講じていますが、その指定の期間は1年以内とされており、この後も引き続き必要な水際対策を行うためには指定の期間を延長する必要があります。このような状況に対処し、新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種の実施体制の整備等を行うとともに、検疫法に基づく必要な措置を引き続き講ずることができるようにするため、この法律案を提出いたしました。以下この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。第一に、新型コロナウイルス感染症について予防接種法の臨時の予防接種に関する特例措置等を定めることとします。具体的には、厚生労働大臣は新型コロナウイルス感染症の蔓延予防上緊急の必要があるときは、その対象者や期間等を指定して都道府県知事を通じて市町村長に対し臨時に予防接種を行うよう指示することができることとします。この場合において予防接種を行うために要する費用は国が負担することとします。また新型コロナウイルス感染症にかかるワクチンの確保のため、政府はワクチンの製造販売業者等と予防接種による健康被害にかかる損害を賠償すること等により生ずる損失を政府が保障することを約する契約を締結することができることとします。第二に、検疫法の規定を順用できる期間を延長することができることとします。具体的には、検疫法第34条に基づき政令で感染症の種類を指定し、1年以内の期間を限り同法の規定を順用できることとされていますが、当該期間について1年以内の政令で定める期間に限り延長することができることとします。最後に、この法律案の施行期日は公布の日としています。以上がこの法律案の趣旨でございます。ご審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。川田隆平。